道南の瀬田名町の漁港や海岸に打ち上げられた大量のイワシの回収作業がけさから始まりましたイワシが漂着したのは瀬田名町の鵜泊漁港の太ロ地区とその周辺の海岸でおととい通りかかった人が町役場に連絡しました回収作業は瀬田名町と道の職員漁業関係者らおよそ60人で行っています 手作業ででででイワシを回収して袋にに入れトラックで清掃工場に運んで焼却処分すする予定ですやれる範囲で今日処理できる量を取りかかる予定で動いているんですけど、しけと波もありますので、怪我とないように注意しながら、取り進めております瀬田町によりますと、イワシは海岸線のおよそ1キロにわたって打ち上げられ、合わせて10トン以上あるということです。